皆さんこんにちは、森崎あリスです。はい、今日は、えー、私が普段使っている特殊メイク道具の紹介をしたいと思います。私が初めて特殊メイクを、えー、本格的にやってみようと思って、えー、使い始めた、あのー、一番初めに使ったあのメイク道具を紹介したいと思います。今まで、まあ,あの、メイクの仕方とかチュートリアルを乗っけてきたんですけど、 あのー、詳しい説明動画っていうのをあげたことがなかったので一応、あのー、何個にも分けて説明していけたらなと思いますそしてそのメイク紹介動画の第1弾はですねこちらですはいメイクアップワックスですこれはもう私の特殊メイクになくてはならないものなので一番最初に紹介しようかなと思いました傷とかを作る時にいつも 私が使っているワックスになるんですけれどもだいたいこれがちっちゃいので大体、えー、いいまあネットで買ったら送料込みで2000円ぐらいですねでそうですね多分普通にあのショップとかで買った時は1500600円ぐらいで買えると思いますそしてこのはいこっちはですねこれの大きいバージョンのワックスなんですけれども結構容量も これだけ入っていて、これで4000円ぐらいします。はい。やっぱり一番最初に、あのメイクを一番最初にやりたいなって思ったぐらいはもう本当にこのちっちゃいやつで全然大丈夫だと思うので、量的には結構使えるようだと思います。はい。まず、えー、このメイクアップワックスの使用方法を説明したいと思います。あくまで私の あの独学なので本当に私が使っててちょっと思ったこととかなんですけどあのまずこれあのちょっと暖かいところに置いてしまうとべちゃべちゃのねちょねちょになっちゃうのであの涼しいところに保管してくださいでこうやって取る時は本当にこれスパチュラでスパチュラでこうぐさっとしてもめっちゃ硬いんです最初は。 なんですけど、こうやってこねてるとめっちゃ柔らかくなってきちゃうのでそんなにあの柔らかくなっちゃうと今度傷が作りにくくなってしまって手にベタベタくっついちゃうのであ,のある程度こねてから、まあ、使うんですけどそんなにねこねすぎずぐらいの感じで大丈夫だと思いますでまあこのぐらい今取りましたよね見えるかなピントが合わないな、まあ、こんな感じですねで、手に 取ります手に取って、まあ、本当にちょっとこねてもらって、でまあ、ここだったらここに乗せて、これ今、手で伸ばしちゃってますけど、まあ、スパチュラで、これ1回、ここについた、スパチュラについたワックスは1回1回拭き取ってくださいね。で、こうやって伸ばしていきます。こんな感じで 感じでちょっと今ワックスが多いのでなじまないんですけどこういう感じで伸ばしていってどん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 こうこれで細かく細かくこういう感じで伸ばしていきますで本当に今本当適当に今こうやってやってるんですけどこれをうまい具合にこう伸ばしていってその上からファンデーションであの キワを隠していくんですが、まあ、こんな感じになるんですよでまだファンデーションここ塗ってないので本当に今ペーって伸ばしただけなのであれなんですけどこういう感じに伸ばしてもらってあのピッて切るならこうやってグワー,ーってこんな感じで切れますでここの中に、まあ、いつものように綿なり血のりなり入れてもらって傷が完成っていう感じになるんですけどもあのほんとに このワックスは何でも使えるので、まあ、指切断のメイクだったり傷メイクだったりもそうなんですけどあの口裂け女のメイクとかもできるしこのワックスがあれば本当にいろんなあの特殊メイクのなんだろう,もう一番初歩なこう傷メイクっていうのができるんじゃないかなと思いますでまあそうですね私の、まあ傷メイク は本当にこのメイクアップワックスがないと成り立たないぐらいの本当にそのぐらいあのめっちゃ使わせてもらってるのでこれはもう手放せないんですけれどもただ一つ注意点があるんですねこれあの接着剤とかまあそういうのを使えばすごい、まあ、まだ傷は持つんですけれどもあのこれだけの仕様このワックスだけの仕様になっちゃうとすぐ取れちゃいますもうこうやって こうやってやっっててたりととかしてると今結構がっつりくっつけたのでそんなにはあれなんですけどここの手の甲に何だろうまあほにこんな感じだとちょっとでも触れるとすぐにこうやってペロンって取れちゃうので接着剤とかを一緒に使ってまあボンドでも代用できるんですけどまあボンドとかをつけてからつけるとかあのまあ特殊免許の接着剤を 使ってあのつけないとすぐ取れちゃうのでそこがちょっとと難点かなと思いますでもあの本当に特殊メイクをちょっとやってみたいなとか、まあ、学園祭文化祭とかん一緒か学園祭とか、まあ、体育祭とかでのねなんかこの前やりたいって言ってた子いたんですけど、まあ、そういう学校行事とかで使いたいなっていう時は本当にこのちっちゃいサイズのですね弁内のメイクアップワックスあの三ツ吉とかのもあるんですけどいろんな会社で 出しているのでメイクアップワックスって調べていただければ多分ヒットするんじゃないかなと思いますでぜひあのー、まあちょっとでもね参考になればはい嬉しいですということであの今回の私が使っている愛用している特殊メイク用品の紹介は今日はメイクアップワックスの紹介でしたスパチュラとこれがあればもうすぐにでもキズメイクできるのでよかったらやってみてくださいとりあえず これ使ってみてくださいそれでは森崎有志でしたまたねーバイバーイ